こんにちは、たくみです。2020年3月8日今日9時43分頃からこれ撮影します。フライトボードを今映してるんですけども、マスコミがですね、なんか一般の方にインタビューしてたんでちょっと撮影しました。まあ見てわかると思う、上の方に、ソウルからの便ですね。で、明日から日韓で入国規制が入るんで、その関係で皆さん今日に帰国をされている方が多いんで、それをインタビューでマスコミの方がこうやって、待ち伏せをしてたようですね。で、皆さんね、インタビューされてるお客様っていうのはテレビに映ってるんで見たことあると思うんですけども、それを、インタビューしてるマスコミの方がどういうふうにやってるかというのは、あまり見たことないと思うんですね。まあ、空港行ってる人ばっかりじゃないのにね。で、そのインタビューするマスコミを撮影してみたという、そういった今週は動画を上げたいなと思いました。で、これ動画上げるのは3月9日午前8時ですので、もう韓国と日本の間入国制限がかかった状態なんでね、あれですけども、撮影してる時はまだ前の日なんで、入国制限前なんでね。で、こうやって皆さん帰ってきてるんですけども、まあ今映ってるところ、白い女性が、服着た女性がお客さんなんで、その前にいるのは全部マスコミですね。で、こうやってたむろしてね、インタビューで断ってる方も結構いらっしゃいましたね。で、有名人とかがよく帰ってきたりすると、何かで、ね、そうするとこうやってやっぱ待ち伏せしてたりするんですけども、え、今日はまあ一般の方を下にしてみたいですね。で、カメラ上下してるのは一般の方でできるだけ映さないようにしてるんで、ちょっとその辺ご了承くださいね。もうマイクがすごいですね。はい、こういう形でですね、インタビューをしてます。ちなみに、もうすぐですね、右の方カメラ向けると女性が映ってるんです。この人もマスコミです。ちなみに僕は今日はですね、たまたま羽田空港の搭乗便の前を通りかかっただけで、別にあえて行ったわけではないんですけどね。この腕章してる人、女性の方、このリュック背負ってるおじさん、みんなこれマスコミですね。こうやってもう待ち伏せをしてますね。よくなんだろうな、離婚したりだとか、それで芸能人帰ってきたりしますよね。そうするとこういう待ち伏せよくしてるんですけど、昔はですね、年末年始ハワイに行く人とかいますよね。そういう方をですね、こうやって待ち伏せしたりとか、出発のところで待ち伏せしたりとか、結構、こういうのよくマスコミやってますね。皆さんあまりこの姿見たことないと思いますけど。で、高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いしたいなと思います。あと、この僕のチャンネルの拡散もよろしくお願いします。ではまた来週月曜日に8時にアップしますので、よろしくお願いします。